おはようございます、こんにちは、こんばんは。よろしくお願いします。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。忘れられた英雄の帰還へ、フィリピンが日本の兵の遺骨帰国支援。最新のニュース記事を見ましたか？フィリピン政府が第二次世界大戦中にフィリピンで亡くなった日本兵の遺骨の帰国を支援する準備ができているそうですよ。そうですか、それは重要な取り組みですね。フィリピンの内務省のベンハー・アバロス内務長官によると、フィリピン政府は日本の保健労働省 MHLW の経済担当大臣である二瓶大輔を含む日本の関係者と会談し、日本兵の遺骨の回収と帰国が円滑に行われるよう内務地方自治省 DILG 及び外務省 DFA と緊密に連携する用意があると確約しました。なるほど、フィリピン政府は日本政府の要請に応えて協力する準備ができているのですね。具体的にはどのような支援が行われる予定ですか？内務地方自治省が主導することになり、地方政府レベルで遺骨が存在する場所で帰国手続きが適切に調整されるようにするために DILG が戦略的な立場にあります。第二次世界大戦中に亡くなった日本兵の遺体は現在でも30万体以上がフィリピンに残っているとアバロス氏は述べています。なるほど、 DILG が現地での協力に人員を提供するということですね。実際の作業はどのように進められる予定ですか？アバロス氏によれば、 DILG は2018年5月に行政府間で署名された協力メモランダムに基づき、日本政府の要請に応じて日本兵の遺体の適切な収集、取り扱い、保管、輸送を支援する準備ができています。それは非常に重要な取り組みですね。会議には他にも関係者が出席していたようですが、彼らの役割は何ですか？会議には日本大使館のカウンセラーであり、保健担当の堀和一郎氏と二等書記官の松重智明氏、日本の MHLW からは佐藤博氏と副局長の古川和親氏が出席しました。また DFA の副次官補であるラファエル・エルモソ氏と主任補佐のマギー・ラカバも出席していました。なるほど、関係者の間での協力体制が整っているようですね。この取り組みが順調に進むことを願います。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。高評価ボタンもよろしくお願いします。バイバイ。